様こんにちは。南淡路市のにゃんころめピアノ教室です。今日から楽しいレッスンが再開です。今日はみんなが大好きなうさぎとかめを今日はピアノで弾いてみます。みんな先生にいつもいろんなことを話してくれます。この曲弾いて、これはどう弾くの、こんなことがあったよ、いろんなことを話してくれると嬉しいものです。手首の力を抜いて少しずつ楽しみながら練習学ぶことがベストです。うさぎとかめ、タッカのリズムを体感するとても楽しい曲です。どんな動物が曲の中に隠れているのか、いろいろイメージをする考えてみるというのはとても楽しいものです。自分で考える能力を養う、独立した指を作ることが幼児期には大切なことです。指を動かすことで脳の海馬がより活性化されます。頑張らなくてもいいんです。楽しみながら学ぶことが幼児期の導入には大切なことです。それではうさぎとかめ、ミュージックスタート。毎日楽しみながら鍵盤に触れる習慣、楽しみながら鍵盤に触れる習慣を良い子の皆さんも身につけてくださいね。いろんな伴奏系で弾けるということはとても素晴らしいことです。間違えてもいいんです。
ミスや間違いは誰にでもあります。楽しむことが一番です。ウサギとカメでした。